にちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。読書会の開催や発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。今回は仕事観についてのお話をしていきます。私はですね、大学を中退、病気で中退してますので、そのまま中退せずに進んでいたらどうなっていたのかなというふうに想像することがあります。そのまま大学を無事卒業して進んでたとしても、体調を崩していたかもしれませんので、そもそもその道は向いていなかったっていう可能性もあります。その病気で中退をして療養をして働き始めた会社がもう少しで10年というところまでやってきました。どれくらいの期間を働こうというのを目標にしてきたというのは特にないんですけども、節目節目でどうしようかなというふうに進路を考えることはあったんですけども、こうして変わらずに働くことができています。何度か数ヶ月の入院で仕事に穴を開けることはあったんですけども、復職できる環境を用意していただいて、大変ありがたく感じております。当然ながら一緒に働く人たちからも働くことについていろいろ学ぶことはあります。それでも働くということは本から学ぶことも多いです。仕事イコールお金を得ることという概念を覆したのは、植松勉さんの空想教室、こちらはサンクチュアリ出版で感じたところが大きいです。ここではですね、仕事というものは単純に人の役に立つことであり、社会の役に立つことですというふうにあります。この意味ではボランティアも仕事というふうになりますし、植松さんは仕事はどんなことであっても何個あってもいいというふうにおっしゃっています。尊敬するエッセイストの松浦弥太郎さんも同じことをおっしゃってまして、働くということは困っている人を助けることであり、感動させることだと書かれていたのを記憶しております。たとえ自分にとっては副業だったとしても、そのサービスを受ける人にとっては本業か副業かというのは関係がない、知らないことであります。副業なのでという心構えやっていると思われるのはもったいないことです。この読書セラピストという活動は継続をしていくというですね、精神的な支えの意味でもボランティアという意識ではやっていないです。当然ながらリアルの開催の場では、参加費をいただいてますし、その理解がある方に参加してもらえたら嬉しいですし、それだけの価値を提供しようといろいろなことを試しながらやっています。もう私自身はお金持ちになることが目標ではないんですけども、大きく、多くの価値を提供することにより、お金をいただくことができて、その結果として、新たな価値を生み出すという良いサイクルを生み出せたらいいなというふうに思っております。これから新しいサービスをいろいろとですね、今打ち出し方を考えています。こんなサービスがあったらいいなというものがありましたら、ぜひ教えていただけたらなというふうに思っております。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。また次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。